病院という形で、こちら熊本市ですね、新市街アーケードにてお送りしてるんですが、まあ、皆さんご存知のように、昨日すごく痛ましい事件がありました。我々も同じ選挙を戦う人としてですね、左上にみんな黒い腕章をつけて、まあ、モーニングクスということでですね、この日本にとって最強の総理政権を果たした安倍政権、安倍晋三さんにですね、報いる思いで少しでもこの国を良くするため、そのための選挙運動に残り1日なればいいのではないかなと思っております。なので今日はですね、大きく投票を呼びかける、そんな選挙運動ではなく、この日本の政治、今の状況を変えなければならない部分、そういった部分を訴えながら、皆さん一人一人が少し政治について考えるいいタイミングなのかもしれません。一人の大事な要人がなくなった、これは事実ではございます。事実ではございますが、毎日のようにたくさんの多くの人がどこかで何かしらの事件、事故、病気に巻き込まれて死んでおります。ただただメディアの流す情報、これが大きく報じられることにより、その人の死や他の方の死と大きく異なる要素を持ち、大きな影響を与える、これがメディアの力です。我々 NHK は、 NHK 党はメディア改革を訴えかけてきております。メディアが一概に全て悪いとはありません。ただ今回この事件で私が思うところは、やはりメディアの力によって一つの大きな事件が国民全体を巻き込み、負の感情の連鎖を生んでいるなど、そういう印象をやはり受けました。この国を良くしたい政治についても、メディアに関わっている方々もみんな少なからずそういう気持ちはあると思います。残念、こんな事件が起きたからこそ、我々がもう一度しっかりこの国のメディアの在り方、政治の在り方をきっちり訴えかける、そんな残り一日の選挙運動にしなければならないのではないかと思っております。冒頭のご挨拶をさせていただきました、私 NHK 党副党首を務めさせていただいている斉藤圭一郎と申します。本日ですね、熊本選挙区で出ております本間人の応援に駆けつけさせていただきました。そしてそのお隣からもですね、大阪から地元熊本出身のですね、丸吉貴文、今現在大阪選挙区で出馬しております。この丸吉もですね、こちら熊本に戻って一緒に最後の愛子納めを熊本で行おうという、地元の熊本で行おうということで熊本に帰ってまいりました。本日30分ほどではありますが、こちらで少しだけ NHK 党とはどういうものかという政策、政治考え方、少しだけアピールをさせていただきたく、本日はもう言ってる間にも10分経ちそうですが、あと20秒ほどですね、ぜひとも我々の訴えかけを聞いていただければなということで、熊本選挙区、本間明子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。